えー、これじゃピクテでですね、まず皆様にお話しさせていただきたい一番のポイントというのが、えーとですね、久しぶりにマクロ経済のいろんなこう、えー、トレンドがです、ねえー、6年ぶりに多分転換点、向かいますね。で、まあ、その,そ,の,そ,のそういった中で,です、ね、ポートポリオの実は構築の変更が攻められていて。 あの私個人的には米国株売りの新興株買いだと思いますあの、えーまあ、その理由というのは多々あるんですけど米国株もう高いんですねで、まあ、バリエーションというのがやっぱりそのタイミングでまあ非常に重要で,で価格のそ,のそれぞれのアセットクラスの価値というのを常に冷静に追っていく必要があってですねであの人気化している時は淡々と売っていくと で不人気なときに淡々と買っていくという投資行動が、まあ、実は重要だと思ってます。えー、こちらはですね、まあ、前回でも、まああのまあ、よくこれ最近これはまあメディアの方にも公明したんですけどあのうちのですねあこれ去年はこれ、ベイドルベースで見てます。 ドルベースの資産クラスのパフォーマンスを2016年振り返っているんですけれども、すみません、下全部英語になっていますが、左からから資産クラスで、去年1年間でドルベースで一番上がったのは11.4%、えー、コモディティですね。次がエマージングの債権のドル建て、10.2%。で、9.0%ゴールド。で、グローバルの株。え、クレジットユーロハイイルド。これハイイルド考えてください。あと、ヘッジファンド。 ユーロ株式、クレジットの、えー、と投資的確者債、えー、グローバル債券、であとが、えー、と米国、えー、債券ですね、これ、あとが、えー、とユーロの、えー、と国債、あと、まあ、キャッシュということなんですけども、グローバルキャッシュということなんですけど、まあ、要は、えー、と株、コモディティ関係が取れて、まあ、エマージングの債券なんかパフォーマンス出てましたと。 債券はダメでしたねというのが去年なんですね。あとは株式の方をご覧いただくと、え実は去年一番上がっているのはラテンアメリカですね。ブラジル含めた31.5%セントツです。で、その次に、えーとじえー、と要は、えー、東欧と中近東のエマージン株式、EMEA、e e、てそういうことです。あと米株、EM エマージン、e M e M e M e A、株式、パシフィックエクスジャパンが えと太平洋州に除く日本で、EM アジアがエマージン株式日本、EMU、これ、欧州株式 UK と株ということでございます、でスイス株はマイナスの2.9と、まあ、一番パフォーマンスが悪かったということですねで、業種はちょっと出てますが、後ほど見ていただいて、またスタイルと出てますが、あのーまあ、いうような流れになってます。